福島県文化センターは、福島県福島市春日町にある多目的ホール。福島市のシンボルである、忍山のふもとにあるホールをはじめとした複合施設である。1970年9月開館。1984年に、氷山市民文化センターが完成するまでは、福島県内で最大のホールだった。年間利用者は30万人に上る。管理運営は、 福島県文化振興財団により行われており、館内に事務局が設けられている。2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震の発生により、人的被害はなかったものの、大ホール天井の4割ほどが落下、舞台機構が壊れたほか、窓ガラス、スプリンクラー設備、空気調和設備や3回転自室の天井も壊れる、などの甚大な被害を受け、 休館を余儀なくされた。同年8月には、小ホールと2回会議室検定自室等、一部施設が利用を再開したが、2012年1月から、再び全館休館して、復旧工事が行われた。支柱の追加や外壁を交換するなど、耐震工事も行われた。復旧工事費用は、約7億5000万円。他に、福島第一原子力発電所事故に伴う敷地、 当の除染に約9000万円を要した。2012年9月29日、復旧工事が完了し、再オープンした。ありがとうございます。